今回はこのヒーローズのオフィシャルカードローダーの発売日だったので買ってきました。でこれはここにセット内容カードローダー7枚入ってて、そして今回はこのバトルカードが1枚入ってます。お値段は1000円しないくらいです。それでは早速開けていきます。見てこの開け方、じゃーん、破壊しましたねこれ破壊しました。で中身はというと、このなんか説明書みたいなやつ説明書みたいなやつでカードがこのローダーに入った状態で入ってました。一緒に入っていたカードのアビリティはというと、この仲間へ託す思いで、サポーターにすると自分チームのアタッカー全員の気力を回復する1回限りというカードになっています。まあ、これはね、このローダーを買った人しか手に入らないカードなので、まあ悟空だからなんだ、まあ要はね、このカードは特別だということです。はい、ローダーいきます。前回のと見比べてみると、まあこの金ピカリーンなところは変わんないかな。何が違うかと言いますと、まあ、このなんか枠のデザインがちょっと違うよね。なんかこっち細い、こっち太いねであとね、こっちは今回のはこの70年のロゴが入ってるんだよね。なんか特別感があって、でここに悟空はね、悟空の方と、これなんだったっけな、ブルーの悟空かな、あの書いてあってね、かっこいいんだよね。で前回のはね、あのいつものロゴって感じいつものロゴでね、あと何が違うか、あの前回のはカプセルコープって書いてここにあったんだけど入ってないのと、あとね、あのこの下がね、前回のはメイドインジャパンって書いてあるでこっちはメイドインチャイナーになりました海外になりましたっていうで何が違うのかな、透明度が変わったとかじゃないよね。まああとは別に大して違いはないです。このオフィシャルスリーブに入れたカードをカードローダーの横から入れよう。でこれね、あのオフィシャルスリーブにちょっと入れてみたら、さらにキラキラ感が増しました。このスリーブ自体がね、なんかキラキラしてるスリーブ、表面だけキラキラしてるやつで、ちょっとね入れてみたんで、これに入れようと思ったんだけど、これさっき言ったやつ、なんかここにお米みたいなのが入っちゃってて、最初からそもそもこの部屋にお米はないはずなんだけど、絶対お米じゃないよね。試しに入れてみる。入れてみよう。おお、いい感じで、いい感じで入ったぞ。シャキーン。入れてみた。あ、いい感じじゃない？あ、でもなんか、あの、オフィシャルスリーブだと、ここがなんか、下のほら、スーパードラゴンボールヒーローズって書いてあるから、なんか、悟空たちが目立たない感じになっちゃったなぁ。まあでも、いいんじゃないかな。この、オフィシャルのローダーってこのね、この金色の枠がかっこいいから、まあいいんじゃないかな。普通のスリーブに入れたこの悟空を入れてみたんですけど、めっちゃかっこよくなって、こっちはねこの下のロゴが邪魔をしてる感じなんだけど、普通のスリーブに入れてこう入れたらなんかね、いい感じになった。すごい、めっちゃかっこいいから、私これでこのまま使おうと思います。これすごくかっこよくなったんじゃないかなって思う。でこれちなみに、これここの悟空は二重のスリーブなんですけど、普通の二重スリーブでも普通に入ったので、二重にしても入るんだね。ショルの方はなんだかなんか きついというか、そんなにきつくもなかったけど、普通に入ったので、普通のスリーブでもいいね。どっちでもいいと思います。ということでね、今回はヒーローズのオフィシャルカードローダー買ってみたんですけど、じゃあこれね、あの金の枠もついてるし、しかも今回はこのね、悟空のカードがついてるし、まあ特別感があっていいんじゃないかなって。この70年のロゴも
ついてるし、かっこいいし、気になる人はぜひ買ってみてください。それでは今回はスーパードラゴンボールヒーローズオフィシャルカートローダー買ってみた動画でした。それではまたねー。